RKB の動画サイトアジちゃんに世界各地で撮影した映像を投稿するアジちゃん特派員から南極ツアーの様子が届きました。船の前方に見えるのは南極大陸の西部にある南極半島です。強い風が吹きつける中、ツアー客は船からゴムボートに乗り換えて上陸します。アザラシやペンギンを間近で見ることができます。またツアーでは南極の海を体感することもできるんです。この映像を撮影したアジちゃんの西山特派員も挑戦しました。かなり寒そうです。アジちゃんの西山特派員は来年は日本男児の心意気を見せるためふんどしを締めて飛び込みたいと張り切っています。風邪をひかないか心配ですが楽しみですね。